中央に上げる、合わせた、先制群馬、最初のセットプレーで仕留めました渡辺。まあ、このボールですよね、しっかりこう、ゴール前を固めた秋田のディフェンスに対してもうピンポイントのこの大前選手のボールですね、素晴らしいこの高さで伸びてきたボールに対して大前がここは落ち着かせる、今の大前選手ね、こう収めてこうふっとこう時間を作るようなね、はい、プレーっていうのはね、またこうチームに落ち着きを与えますからね、そしてチャンス青木落とす、田中大前もう一度もらい直す、狭いところ打ってきた、加藤の勝ち越しゴール。まあここで大前選手ですよね、少しこう中でこじ開けるとした中での、まあ、出して動いてですよね、この繰り返しの中で相手も対応しきれなかったですからね、その中でよくコースを見つけて、まあ、冷静にねボールをミートしましたね、はい、この平尾はスピードとそしてスタミナが武器になっています。まあ、前々節の怪我が心配されましたが試合が再開しています。クロス上げて決まった、群馬が1点を返します。素早いリスタートから最後は田中が競っていきました。試合は56分、群馬が1点を返しています。スタート素晴らしかったですし、やっぱカットインからゴールに向かうボール、これ田中は触ってないと思うんですけども、はい、触っても触らなくてもゴールに向かうっていうこの、加藤のクロスですね、真骨頂を発揮したんじゃないでしょうか。ラインを上げていく愛媛、近藤のディフェンス、このボール群馬、さあ出ましたよ、さあ田中、遠いサイドには大前がいる、旗を先制、フォワードが取らないからディフェンスが取りましたね。最後残っていた旗をドンピシャのヘディング、ただ誰も体をつけられてないというとあれですけど、ここはいいボールだったですね、柔らかくて、はい、この時間まで集中したプレーを見せています。青木追い抜いていった加藤、ダイレクトで大前、大前追いついた、大前からヘディング決めた、最後は途中出場16番久保田起用に応えました。最後はエース大前から久保田、これで2対0、大きな大きな追加点群馬です。結局クロスが上がってきた時に中をしっかり誰が見るかっていうところがはっきりしてない、で走られているところで一気にもあのパワーを持ってゴール前に入られているので非常に難しい、ただ大前のこのゴール決めてくださいねっていうパスですよね。そうですね。さあ風が今画面向かって右から左というところ、このゲーム最初のコーナー、ヘディングはどうでしょうか。大前が拾った、さあ抜け出していく、このままキーパーと1対1にできるのか。最後は右足のシュート、加藤純也、これ、ね、これクリアうまく取って、その後ですよね、これ大前選手を溜めてこのパスがやっぱり効いてますよね。でこれ一つでそのまま抜け出しましたよね。ただ最後これシュートじゃなくてパスにしたんですよね。この判断もやっぱりここで自分決めたいとは思うんですけど、確実にっていうところだと思いますよね。この判断が素晴らしいですよね。ロングボール、オフサイドはない。田中から大前、ワンタッチ、シンダ、シンダシュート決まった、先制群馬、54分、シンの先制ゴール、ホームチームが先手を取っています。新は今シーズン初ゴール、スタメン起用に応えました。風上を生かした群馬、先手を取っています。
いや見事な攻撃でしたね。見事でしたね、まあ、前半見られなかったロングボールから背後を取るシーンですよね、まあ、これは風上だからこそこのシーンがあることになるので、まあ、このボール非常に良かったですし、ここ見事に収めましたよね、ボールを。群馬のサポーターの手拍子の音が大きくなっています。さあハイボールビクトルしっかり対応できますか。先ほどは取れませんでしたがどうか。ファー流れていく、ヘディング決まった。田中俊也が決めました。いやいいボールでしたね、あいいですね、このミスパスを拾って群馬カウンターになる。加藤純也が運んでいく。加藤純也横に出して田中、カウンターから先制ゴール。まずはアウェーの群馬が先手を取りました。まあ、このボールですね、奪ってから最初のパス、はい、でいいところで内側に受けてドリブルしながら、まあ、田中がうまく内側から外に逃げたところですよね。いいボールが入って最後はインサイドで流しました。よく見てましたよね、この離れる動き上手でした。そして最後このアウトサイドのパスももうパーフェクトじゃないですかね、はい。まあ、最後はインサイドで逆サイド、まあ、素晴らしいゴールですね。お前ファーサイドいいボール、ヘディング最後は押し込んだ。追いつきました群馬。ゲームをここへ来て振り出しに戻しました群馬。ついにセットプレーからでした。やっぱりセットプレーでしたね、風をうまく利用した、まあ、大前の本当にキックの質が高いと、はい、ボールスピードもこれではキーパー出れませんし、まあ、よくファーポストで田中もうまくボールを合わせたと思いますね、はい。まあ、風上っていうのはね、ここで岩上のロングスローです。金沢は栃木戦でロングスローから失点していますが、群馬も終盤ここロングスローを入れてきます。このボールがあった、群馬ここで同点。最後は押し込みました。気持ちで同点に追いつきました。これニアで田中が触ってこのフリックしたところで、その瞬間に全体が金沢ちょっと下がっちゃったんですよね、ここね、はい、でここスペース空けてしまった。群馬県出身の選手、ダイレクトでホール、おー、打ってきた。少しずれたように思いましたけども、北川シュート、貴重な先制点、しかもこの時間です。意外なクロスだったと思うんですけど、うまくセンターバック2人の間に立って、まあ、おっしゃるようにこれ簡単なシュートじゃないと思いますけど、よく強く振らずによくゴールに流し込むっていう意識で決めましたね。どん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 サイドを変えながら相手の横ずれの前に縦パスを入れたりとか、おお、お前このトラップからチャンスになってきた。よし北川しました。あの大前のトラップからのゴールです。まずこの単純なゴールキックからですけど、このコントロールですよね、大前の、まあ、ここでほとんど勝負ありましたよね。まさかあれコントロールして前抜くって群馬のディフェンスは誰も思ってなかったと思うんで、まあこのコントロールからこの絶妙なシュート打ってくださいっていうスルーパスですよね。このままリードで盛り返すことができるかどうか。このヘッドが中途半端になりました。そしてふわっとしたボール、さあ無人のゴールだが大前どうするか、北川に任せる。北川シュートはいけない。あー、しかしこの松田のタックルがファールになりました。なんとアディショナルタイム間もなく3分というところでペナルティーキックのチャンスは群馬。
同点なるか。しっかりと落ち着いていました。大前の同点のゴールで1対1。そしてここで前半終了のホイッスルです。今度はどこに狙ってくるか。今度はふわっとしたボールで中央ヘディングシュート、渡辺、群馬同点。まさに那須さんの言われた通り、宇高を避けてその後ろ、ボールをセットした大前。まあ、大前については甲府伊藤明監督、2017年に大宮時代指揮していましたので、その精度の高さ知っていると話します。コーナースラッシュだ、ボール川田パンチング、1点を返した群馬です。川田の弾いたボール、最後詰めたのは白石。しっかりここニアで触ってる、でこぼれに対しても、白石詰めていた。まあこれこぼれなくてもね、ファーサイドには白石流れようよっていう、でニアで流してファーサイドで決めようっていう、そういう狙いの元のコーナーだと思うんですけどね。しっかりとした、まあ、デザインされたコーナーで自分たちでボールをこう運びながら、幅を使う、で縦に入れながら、そういう出し入れをしながらの攻撃っていうところね。吉永から田中を走らせる、オンサイド、中には2人、クロス、お前ダイビングヘッド、お前2点目を返しました。いや、まず田中のランニングで決まりましたかね。でこの決めてくださいというねクロス、そこにしっかり走っていたお前でね、吹かさないようにしっかり体を倒しながらしっかり面で捉えましたからね。いいよね。山口が突破する、山口取り返した、ゴール前。ベルディも負けじと分厚い攻撃を見せます。今度は群馬、これはチャンスになりそうだ。ここから出たいですね。一旦中央へ、ゴール前待っているのは50番の大前、左サイド田中、その大外を回っていく高橋、ゴール前に送った、シュート、ジャスパ草津群馬同点に追いついた。8番の岩上、時間は54分。背中回ることによって少し躊躇しましたかね、対応してた福村で、空いた瞬間的なところにうまく2列目3列目から岩上が入ってきて、このためながらアウトサイドのパス、本当ここしか空いてなかったですよね。ダイレクトインサイド、39番の高木です。と失ったかに見えたが、また田中だ、田中ゴール前を送る、大前のシュートヒットしなかったか。玉際のこの攻防になります。近所のクロス、ファーサイドへシュート、決めた、ザスパクサツ群馬逆転、時間は60分。39番の高木、右足は精度高いですよね。まずはセカンドボール、ボールへの反応非常に良かったです。でここで止めてから顔を上げる時間がありました。そして大外、高木が前から背中を回って、最後は滑りながらインサイドで逆サイドに流し込むと、ここ顔を上げてますよね。動き出ししっかり見てると思います。この画面で映ってないところでの高木の駆け引き、インサイドでサイドネットを流し込むと、素晴らしいですね。ボールの質、入り方、当て方、見事です。さあ大前、右サイドには田中がいます。田中が中に持って入って、そして岩上もいます。そのちょっと引っかかる、そして大前、大前が打っていく、キーパー、そしてもう一度決まった、先制。群馬、決めたのは岩上が。この一つ前の大前からのパスも良かったです。このこぼれてからワントラップシュートも良かったですよね、そしてただ梅田も攻守でしたけれども、弾いたところが岩上の正面というところ、はい、今の映像で見ると、オフサイドがギリギリでしたけれども、とにかく相手で先にサローと三好監督はハーフタイムに選手たちに声をかけました。前半は先にサーレと言いました。
真ん中だ、嫌なボールだー、押し込んだ、ここでコーナー、追いつきました、同点、ホーム軍と追いつきました。まあニアとこですけどね、まあ、鋭いボールが入った中でちょっと流れてこれコースト当たった、まあ、そこしかランナーのボールになりました。でこのセカンド拾って内田右足のシュート、セカンドボールは矢野が落とします。ただこれ入れ替わって内田もう一回シュート打ちます。でこぼれたところに青木が反応、高橋のクロス流れてきますがシュート打つ、先制群馬13分。最後こぼれたところに北川です、見事に反応しました。非常に速いボールだったんですけど、まあ、ここの、内田のシュートをもう一度左に展開するんですね、ワイドに、はい、これですね、ここからのクロスのボールがディフェンスからすると少しブラインドになったかもしれません。まあ、ここで青木が高橋に預けて、この後です、これですね、最終ラインから長いボールで高木につながります。サポートに来た北川、スルーして死んだ、ホームの群馬先制、前半15分、久しぶり先発のシンが前半結果を出しました。シンプルに高木選手が走り抜けて取って、ここからシンプルにパスですよね。でここから周り見て上がってた選手を使ってですよ、最後新選手ね、落ち着いて流し込みましたね。まあ、この今度ねサイドがこうやって使えるようになればね、どんどん山口の両サイドウィングバックもね出てこれなくなりますからね。最後は落ち着いて、山口を押し上げます、サイドを変える、ホームからのいいサイドチェンジ、中ヤクサル、高群馬追加点、前半41分、ファーサイド北川が詰めていました。まあ、このねロングスローと見せかけて大久選手、また大久選手のサイドチェンジですよね。そこからこの裏柳選手が中についてたところをよくね北川選手詰めましたね。この辺の、まあ、山口のディフェンス陣の、まあ、このコンビネーションがね少しずれたところですよね。群馬が長いボール、これはつながります、高木、いい受け方、逆サイド久保田入ってきた、中央北川、真のサポート、うん、中央中山、群馬3点目、45分、前半のうちにリードを3点に広げます。いや今ね中山選手長い距離真ん中走ってきたんですよね。今出てきましたね、やっとね、はい、でもここしっかり出てきて走ってシュートね、もちろんいいパスでここ出ましたけど、やっぱりこうね後ろから走ってこう全速力で走ってくる選手ってやっぱり捕まえきれにくいですか。そこでまた武田にこうボールを返すという選択肢も次はある可能性としてはあるという。そうですね、一つ前はさっきね、うん、返しました、ね、パスを返したんですけれどもね、ここからシュートまで行きたいですね。高木、群馬は高木です、右青木、青木に通る、青木だ、青木のシュート、群馬先制、青木翔太の恩返し弾で群馬が23分、前半の23分に琉球から先制点をもぎ取りました。そうですね、このね奪ってからの縦パスのレンジも広かったですし、受けた状況で3対2を作ろうとしたんですよね、ラストパスが少しマイナス気味でしたけども、一つ目の左足のこのタッチ、グッと前に出たことで顔が上がりましたから、はい、あとは右足を振り抜くだけといういい形を作り出しましたのでね、しかもゴーシュートも
浮かしたことで、はい、スライディングした選手の足に当たることはないという意味でも、もう一度いきます。藤井、高橋大吾、さあチャンスだ、シュートいけるか、決まった、先制点久保田のゴールから、群馬が前半の35分に1対0先制点を挙げました。試合が動きました。このシーンです。いや、これ高橋大吾選手が一つファーサイドでボールをこう握ろうとしたんですけども、はい、ここがコントロール失われた中で福森選手が少し遅れたんですね、このスライドが、それを見逃さず、局面で 2-1 を作って、オーバーラップをかける選手、それを利用して内側取っての、まあ、全てのーコースがあったと思う。岩上、白石、一歩間がつく、白石クロス上げる、ゴールが決まった、同点に追いつきました。決めた3番の畑尾、アディショナルタイム同点に追いつきました群馬。あ、持ってきましたね、ここ乾選手の背後なんですよね。これ枚数は勝ち合ってたので、まあ、しっかりと相手に対する準備が行われていれば、少しちょっとこうボールボッチャになってしまったのかなというのと、はい、まあ、畑尾選手のヘディングの能力の高さですね。そうですね、見事なコントロールからアシストしましたよね、うん、そうですね、スーパーのトラップでしたかね、あのゴールキックからのボール、はい、スッと止めていました。お、青木を狙う、青木が来た、青木が来た、開始3分先制、ザスパクサツ群馬、青木翔太の抜け出しです。まあ、ちょっとこうね、この動きの出しのところはちょっと映ってないですけども、しっかりこうね、ファーストタッチで田村選手の前に入るようなファーストタッチですよね、ここでの、はい、で入って相手の前に入って相手を抑えた後、この左足の最初のタッチですね、キーパーをかわすこのタッチすごく絶妙でしたね、すごく落ち着いていいシュートですね。さあ拾った北川、ディフェンス受けながら運んでいく、バックパス、大前が詰める、こぼれている、さあ奪った、大前流し込んでいきました、群馬先制、大前今シーズン3ゴール、押し込まれる展開の中、ホームチームが先手を取っています。まあ、これセカンドボールですよね、セカンドボールの取り合いでここで奪ってから、このバックパスが少しちょっと風の影響が出たかなって気するんですよね。もう少し速いボールでっていうイメージあったと思うんですけども、風で少し止まったような感じはあるんですけどもね、まあ、ただここ大前がよくプレッシャー出てましたね。このキーパーの、まあ、少しクリアだったと思うんですけども、まあ、クリアミスを誘発させたのも大前のしっかりとしたプレスだったと思う。4試合勝ちなしという状況です。さあ長いボール、加藤だ、加藤、中央には10番の青木、青木だ、青木の前、星が、うっと、これはホイッスル、清水隼人レフェリーの笛、倒れているのは群馬10番の青木、縦パススルーパスですよね。これ星が、あー、ボールに触ってない、先ほどもシュートが上手だという話をしました。さあどこに蹴ってくるか、ゴールキーパーの動きを見て逆をつくのか、それとも自分のコースに蹴り込むのか。ザスパ草津群馬先制の絶好のチャンス、33分、お前元気、残留という大目標に向かって残留を争う直接対決、松本山川から PK で先制点。キーパーもその前にかなり動いてたんですよね、ちょっと仕掛けるような形でゾーンで守る長崎、身長の高い選手も入ってきているが、ニアサイド、そらして面白い、ここは決まりました、群馬が追いつきました。マイクマのオウンゴールでしょうか。まあ、一つね、やはりセットプレーっていうのは大事になるというような話もした中ですけども、
大前が非常に精度の高いボールニアサイド、金城が頭で合わせたでしょうか。意図的ですよね、おそらく。岩上回収して左の加藤純也、加藤です、外す、一つ溜めて内側、大前、吉永のクロス、いいボールだー。後半入った吉永アシスト、決めたのは青木、うまく一つ剥がして、まあ、大前選手から展開したところで吉永選手のいいボールに青木選手が、ね、ファーからニアに入ってきたところでうまくヘディング合わせてファーに流し込みましたね。まあ、吉永選手の上げたボールの速さ質っていうのも高かったですし、今度は右からのコーナーキックに変わります。先ほどはキーパーに近い位置に人を集めていた群馬ですが、今度はペナルティースポットあたりに縦に4人並んでますね。ここからばらけてそうですね、真下の方はマンマークでついていきそうです。中央ヘッド決まった、旗尾、群馬追いつきました。1対1同点。旗尾は今シーズン3ゴール目、セットプレーから追いついた群馬です。西村サイドを変えたボールですがちょっと短くなった、カウンターの形、田中俊也仕掛ける、斜めに青木が来る、田中俊也切り返す、左を見ている加藤純也、エリア内、加藤、加藤純也最初のチャンス、加藤純也決め切った、まあ、このサイドチェンジのボールですね、まあ、少し短くなったところ、まあ、田中選手まずこれ早い仕掛けをしたことによって相手の基準を少しこうねさせないような形を作りながらもしっかりサイドチェンジして、まあ、うまかったのはこれ中にカットインしたことによって南選手からするとこうファーサイドにボールが来るようなそういうポジショニングを取ったところの中で、まあ、辺選手の足の間ですね、まあ、そこに抜かれたので南選手からするとちょっと難しい、まあ、素晴らしいシュートにはなりましたね、はい、